俺の名前は柊木誠一、高校2年生。ある日、異世界に送り込まれた俺は、進化の実ってのを食べて、無敵のチート体質に。って思ったのもつかの間。私、ファリア。ゴリラ？今すぐ結婚！結婚？キス？女体化？誠一！いよいよ俺たちの旅が始まった。ようこそ、王都テルベールへ。のはずだったんだけど、このギルドの奴ら個性強すぎるだろう。最悪のアルトリアだ。あら美しい人って最悪？行く先々で不幸の連続。でも進化した俺に資格はない。最強の魔物黒竜神を倒し、またまたキス。そして食いしん坊ルルネ登場。オートカップで見事優勝を果たしたはいいんだけど、主様、またしても女体か。頼もう。今度は何？逮捕？とんでも展開でアークシェル城へと連行された俺は。それでは参ります。ちょ、ルイエさん。師匠とお呼びしても？まさかの弟子入りなんてドタバタしてたら、今度は国王が何者かに襲われた。魔法創造で何とか救い出したんだけど、国王ってランテさんだったの？そして今、暗殺者への尋問が始まっていた。と、今日まで見ていただいた方も、初めての方も、バッチリ楽しめるダイジェストをちゃっかりお送りして、物語はいよいよ最終章へ突入！いい加減話してくれないかな。痛いのは嫌だよね、お嬢ちゃん。そう、これからですよ。これから恐ろしいローナの拷問が始まるんだ。拷問って一体？ネタは上がってるんだよ。この手だけは使いたくなかった。ローナ、やっぱりあれをやってしまうのね。カツ丼食うか？いや、刑事ドラマか。ほーら、この湯気、このプルンプルンの卵、そしてこの肉汁の閉じこもったロースカツ。いただきます。あんたが食うのか。まっことじゃねえぜよ。素直に話せばこんなごちそう食べられたのにぜよ。あんたは鬼か。ローナ。なんでよ、ルイエス様。なぜこのような方法を？お腹が空いてるところに美味しそうなものを食べてる姿を見せれば、イチコロ思いまして。
あなたの今日の夕食は抜きです。どうして？申し訳ございません。お待たせ。いいの？好きなだけ食べていいんだよ。さ、遠慮しないで。ごちそうさまでした。さて、この首輪は霊族の首輪と呼ばれる魔道具です。装着されたものは装着したものからのどんな命令にも従わなければいけません。じゃあこの子はこの首輪のせいでランゼさんを？ええ、間違いありません。それが分かってるなら尋問なんて必要なかったのでは？すまぬ、後で気づいた。じゃあ首輪を外せばいいじゃないか。そんなことできるわけない。え？これが霊族の首輪の効力です。誰がこんなひどいことを。くじっただと？ご安心なされませ。そのための霊族の首輪でございます。どうするというのだ？密命は守り抜いてもらいます。自ら命も絶たせるということか？いかにも。ならばとっとと命令せぬか。直ちに。なぜ俺は帝国のために剣を振るうのか。俺の剣は一体何を守るために？遅かったな。やっと来たか。貴様が陛下暗殺を目論んだ狼藉者か。誰かと思えば最強の騎士、王権のザキヤ様じゃないですか。質問に答えろ。そうですよ、この私めが陛下を討った紫炎様ですよ。これでご満足か？なぜこの国を混乱に陥れようとする？混乱だ、とっくに混乱してるじゃねえか。知らねえとは言わせねえ。俺たち民衆がどんな目に遭ってきたか、身分にあぐらをかいているてめえらにはわからねえだろうがな。だが一番はあいつの仇討ちよ。どういうことだ？あいつは魔族だった。ただそれだけで虫けらのように殺された。何か悪いことをしたわけでもねえ、花屋をやってただけだ。これをくれ。いらっしゃいませ。魔族が花屋とはな。あのこんなもの。やめてください。魔族討伐のお触れのおかげでようやく邪魔者どもを駆除できるぜ。ナジュリー。あなたは逃げて。おっと、これ以上濡れたら鎧が錆びちまうぜ。退散退散っと。ナジュリアナ。その時俺は決意したのさ。あいつを笑った奴らも、あいつを殺したこの国も絶対に許さねえってな。どのような事情があろうとも帝国に仇なす奴を見過ごすわけにはいかん。そうかい。最強の騎士も結局ただの操り人形ってわけか。俺は操り人形などではない。この国を守りたい、ただそれだけだ。魔法剣フィフティア、その力見せてもらうぜ。
体どこから。わからねえって顔してるな。だが種明かしするほどお人よしでもねえし、あんたを見くびってもいねえ。マヤ戦国沈みな王権破天荒。なんだと。おとなしく投降しろ。さすがは王権、勝負はお預けだ。次会うときは操り人形じゃなくなってることを祈ってるぜ。待て、あばよ王権。操り人形、霊族の首輪は装着させた人間以外外すことは不可能と言われている。そして外すための魔法も存在しない。聖人、クラウディアさんに聞いたぜ。また大変なんだってな。なら、ランゼさんを助けた時みたいに。スキル、魔法創造。あれ、師匠。まずい、よくなれの時と違ってイメージが全然湧かない。大丈夫、お兄ちゃんがちゃんと解放してあげるからね。解放？解放、霊族、奴隷、奴隷解放って言えば、そう、ヒゲの臨大統領だ。この方は臨大統領。しまった！解放！解放！解放！スキル魔法創造発動。解放魔法臨大統領が創造されました。これで今から君は自由だよ。自由。で、なんで、ちょっと。ああ、いけないんだ、いけないんだ。聖一さん、女の子泣かしてる。泣かないで。よしよし、大丈夫だよ。嬉しくって泣いちゃったんだよね。こんな小さな女の子が霊族の首輪なんて。解放されて嬉しくないわけがねえよな。いや、うまいなこれ。なんだかよくわからないですが、よかったですね。お前はいつの間に活動。それ私が取っといたやつ。私の名前はオリガ・カルメリア。見ての通り猫の獣人。カイゼル帝国は私たち獣人を迫害していた。子供の獣以外は全部出すんだ。はっ。やめてください、お願いします。やめてください。私の母親も収容所に送られていった。お母さん、お母さん。子供の獣人は皆特殊訓練を受ける施設に送られ、殺人マシーンとしてのトレーニングを受けた。もっと早く動けんか。そして生き残った者たちが暗殺者に。それから私はカイゼル帝国で王族直属の暗殺部隊として生きていくことになった。ん？あの子が？ん？迷子かい、お嬢ちゃん。ごめんなさい。
して実戦で人を殺す術を身につけていった。あの首輪をつけられて今までたくさんの人を殺してきた。それだけが私の価値だった。だから私の手は汚れきってる。大丈夫、オリガちゃんはやり直せる。汚れきってなんかいない。でも私、悪いのはカイゼル帝国だ、オリガじゃない。獣人も人も同じ人間なんだよ。みんな同じに生きてる。本当？こうして見るとオリガがまるで妹のように思えてくるよ。妹？そう、僕がオリガのお兄さんだと思ってくれていいから。ねえ聖一、オリガちゃん、私たちと一緒にいられないかな。いいなそれ。ダメ、私は裏切り者、一緒にいたらカイゼル帝国に狙われちゃう。じゃあ俺がオリガちゃんを守ってあげるよ。こう見えてもお兄さん結構強いんだよ。でもというわけなんだけど、いいかなルイス。いいですよ、師匠のお決めになることですから。即答？そもそも私は彼女を師匠に預かっていただきたいと思っておりましたから。それに陛下もオリガについては保護するつもりでいたのです。こんなに幼い子供を罰するなどとてもできないと。ランゼさん、本当にいいの？ああ、よろしくな。俺はヒイラギ聖一。聖一お兄ちゃん。お前か、魔王軍の動きはどうなっておる？どうもこうもないわ。大きく計画を修正する必要が出たのだからな。ああ、魔王の娘ルーティアがウィンブルグ王国と同盟を結ぶという話を持ち出したんじゃの。そうだ、これでは我の悲願が。よーい、それで計画の方はどうなっておる？わしの方はいつでも用意ができておるぞ。これを見よ。素晴らしい。それでは早速ことを進めるとするか。そうしようぞ。すべては魔神様のために。はい、そこまで。疲れた。魔法のコントロールはいい感じにできているね。まさかこんなに難しいとは。最初に比べればすごい進歩だよ。聖一くん、どうしよう。まさか初級魔法のウォーターボールがあんなことになるなんてね。すんませんでした。聖一、見て見て、こんなこともできるんだよ。おお、すげえな二人とも。聖一くんのスキルの賜物ですね。師匠。あれ、なんかいつもと雰囲気が違うような。実は師匠に頼みがあって。頼み？私がいない間陛下の護衛をお願いしてもよろしいでしょうか。ランゼさんの護衛ってどこか行くの？ブラックパラディンを覚えていらっしゃいますか？ああ、確かこの国で唯一ルイエスと肩を並べるくらいの騎士だったよね。そのブラックパラディンからどうも国境付近で魔物の動きが活発化しているとの報告が入ったのです。ブラックパラディンの軍だけでは押されているらしく、そこで私がワルキューレを率いて向かうことになりました。私がいない間でも師匠が護衛なら陛下も安心するでしょうから。俺ただの冒険者ですよ。ただの冒険者に
ナイト・オブ・ソードと呼ばれた私を倒すことはできません。はい、すみません。お受けいただけますか？わかったよ。俺でよかったら。ありがとうございます。それでは、私は準備がありますので、これにて失礼いたします。ワルキューレの団長も大変だな。では師匠、私が留守の間よろしくお願いいたします。精一杯務めます。ルイエスさん、いつ頃帰ってこれるの？時間はかけないつもりですが、移動するだけで最低1週間はかかるかと。結構遠いのね。魔物を倒したその後始末もと考えると1ヶ月以上かかるかもしれません。結構長いのね。ワルキューレ、総員出発の準備が整いました。ありがとう。では師匠、皆様、行ってまいります。気をつけて。行ってらっしゃい。出発。でもこの後、俺は知ることになる。何事もなく終われるほど、世の中はうまく回らないと。それに気づくのは、ルイエスたちが出発して一週間後のことだった。極上ローストビーフ丼、食うかい？いただきます。おい、話が違うじゃないか。もしかしてあれか、食オーバーってやつか？うん。話盛りすぎなんだよ。ついに始まる魔物たちとの壮絶な戦い。よしみんな、力を合わせて。で、何やってんの君たち。次回、魔物 VS イカシタギルド、もうちゃんと戦って。